皆さんこんにちは。前回は TNF の基本球を紹介したのですが、今回は TN の V 縦向き溶接を紹介していこうと思います。使用する板は試験と同じ 3mm の板を使います。で、今回ノズルは7番でタングステンの長さが 5mm ぐらいで溶接をしていきます。で、普段どんな感じで撮影しているんですかと言われるんですけど、もう本当にこれぐらいしか見えない状態の視界で普段溶接をしています。なので撮影をしているときは少し溶接が綺麗じゃないときもありますが、ご了承ください。真下をやるときなんかはこの視界なのでとてもやりづらいです。それでは縦向きでこのように1層目はストレートで裏波を出していきたいと思います。それでは1層目を溶接していきます。まず一番下の部分なんですが、ここだけはノズルがつけれないのでこのように浮かして溶接をしていってください。今回クレーターの方は反復ではなくクレーターありで溶接をしていきます。なのでアークを出し、縦向きは少しプールの揺れが分かりづらいのですが、プールが少し揺れ始めますので、揺れ始めてプールが少し低くなってきたなと思ったらそこに棒を入れて、またアークを切り進んでいくということを繰り返していきます。この時に縦向き溶接は棒を入れすぎてしまうと高さがだいぶ出てしまって裏波が出にくくなってしまうので、棒の量はそんなにたくさんは入れなくて大丈夫です。板の面に収まるぐらいに量を調節して溶接をしてみてください。縦向きでもプールがへこむのはちゃんとわかるので、少しへこんだのを確認しながらこの切りながら進むという作業を繰り返してもらえば綺麗な裏波が出ると思います。本来なら貝先角度は30度なのでもっと簡単に裏波が出てくれるのですが、これは少し貝先が少なかったので裏波が少し出にくい状態ではありますが、これと同じやり方をしてもらえば綺麗に裏波は出ると思います。電流を上げすぎてしまうと穴が開いてしまったりして、試験の時には少しリスクが多いので、なるべく90から110ぐらいの間の電流でやってもらえばいいかなと思います。この時使用する棒の径は 2mm だと個人的には少し棒が入りすぎてしまうので、 1.2mm から 1.6mm の棒を使用するのが溶接しやすいかなと思います。で、バックシールの流量は15で、トーチ側の流量がだいたい10ぐらい出した状態で溶接をしていってます。基本球の動画でも話しましたが、裏波さえ綺麗に出ていれば2層目は少々綺麗にならなくても試験には受かるので、1層目の裏波だけは確実に出すということを意識して溶接をしていってください。ここで慌ててしまい、あまりへこんでもないし裏波が出ているかよくわからないという状態で進んでしまっては、後で裏波が出ていないという状態になってしまった時に試験の方に落ちてしまう可能性もあるので、確実に1層目はへこむのを待って裏波を出していくというのを意識して溶接をしてください。普段タングステンの長さは長めなんですが、今回は 5mm と少し短めなんですが、その理由は短い方が個人的にはタングステンが下に向くので裏波が出やすいから少し短めにしています。下向き溶接ですとタングステンの長さはあまり関係なく長くても綺麗に出やすいのですが、縦向きなどは短めの方が比較的裏波は出やすいかなと思うので 5mm ぐらいに今回はしています。で、2層目もタングステンの長さは変えずに 5mm で溶接をしていきます。もうすぐ終端です。このように板の角だけは溶かさないように少し切りながらつけていってください。で、これが1層目を終えた裏波の状態です。端 10mm ぐらいはカットしますので、一番端は裏波が出ていなくても全然問題ないです。このように表の仕上がりもほとんど面ぐらいになっているので、2層目はほとんど棒を送らなくても綺麗にヨモリが出てくれるので、このぐらいの高さを目安に溶接をしてみてください。で、隙間がないとやはり焼けてしまうので、このようにワイヤーブラシで磨いてから溶接をしましょう。今回1層目を終えて10分ぐらい空けて2層目を溶接していきます。今回2層目は先にノズルがもうつけれる位置のところから溶接を始めています。で、最後に一番下のノズルがつけれない浮かしでやらないといけないところをウィービングでつけていきます。
2層目は電流70にしていますが、電流は70から90ぐらいまでの間だとやりやすいかなと思います。ここで1層目をしっかりへこますのを待ちすぎて結構へこみすぎてしまい、板の面まで高さがない場合は棒をしっかりと送ってあげてください。これは1層目を面ぐらいで収めれたので棒はほとんど送らずつけっぱなしの状態で溶接をしています。もう裏波さえ出てここまで来ればあとは1層目の幅を越しながら溶接をしていくだけで十分四角には問題なく通ります。裏波の状態が端から端まで全部面位置になったとしても試験には問題なく通るので安心してください。ただ個人的な安心の問題でやはり1ミリとか2ミリ裏波の高さを出していると、まあ、安心はできるのかなと思います。2層目はアーク調をこのように維持しながら同じペースでローリングをしていくと棒は途切れないので綺麗な溶接が仕上がります。僕でも未だに溶接資格を再更新するときは緊張してしまいますので、初めて受ける方なども緊張すると思いますが、なるべく落ち着いて時間は結構あるのでゆっくりと自分のできる最大限の溶接をやってみてください。今回 TN の P は必要ないけど TN の V と TN の H は必要なんですという声があったので今回この動画を上げてみました。なので次回は TN の H 横付けの溶接動画も上げていきます。その次に TN の P の隙間を空けた状態でのオールポジションの溶接の動画も上げれると思います。あと質問があるのですが、アーク溶接で縦向きと下向きもやろうと思うのですが、 N の 2F と N の 2V の動画を撮るのと C の 2F と C の 2V の動画を撮るのどちらがいいですか？アークで裏波を出した動画がいいのか、ティグで裏波を出して中間層からアークで上盛りをしていくというのどちらがいいのか、希望の方を聞きたいです。最後に残った下の浮かしてないとできないところを溶接していきます。このようにウィービングしかできないのでウィービングで溶接をしていきます。ちょっと筋肉痛で手が震えていますがご了承ください。このようにローリングでつけたところのビードまで溶接をつなげればそれで完成です。でこれが2層目を終えたビード外観です。棒が途切れていないので安定した高さで綺麗な溶接ができています。これで試験は問題なく通るので頑張ってください。横付けの方も簡単なので良ければ次回の動画も参考にしてみてください。この動画ではこのように溶接の参考動画を上げていますので、良ければお見逃しないようチャンネル登録もお願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。